皆さんこんにちは、チームガーです。タカです。先生です。キョウです。はい。ブンブンハロー YouTube ヒカキン TV エビデイ。どうも、セイキンです。せーの。ヤムチャンネル。当たってるんか当たってないか分からんけど。さあ、今日は。はい。ちょっと場所変わっとかないのかな。キヨちゃん。はい。キヨちゃん企画なんですよ。あ、キヨちゃん企画。ありがとうございます。ありがとうございます。題して、秀逸なのは誰だ、ラファエル野球拳。声出てます。聞いたことあるけど声めっちゃ出てますよ、キヨさん。ここでか結構人おるぞ、この公演。皆さん、ちなみにラファエル野球拳はそもそもご存知ですか？聞いたことあります。なんとなく若干最初の挨拶の時に偏見を言っていくみたいな、うん、そう、あはい、見たことありますよ。これこれこういうやつ大体こうみたいな。はいはい、あ、なるほど、ね、あれを、うん、結構いろんな YouTuber さんがやってて切り抜かれたりして面白いってなってるわけじゃないですか、はいはい、俺らのが絶対面白いと。なるほど、もっと俺は自信があると。もっとすごい偏見出せる。なるほどね。ガムのが秀逸やぞと、はい、思う中で、さらにこのガムの中でも1位決めていきましょうよっていうことで、ただね、じゅんぐり回していくだけじゃなくて、今みんなもベンチコート着てるんですけども、これも含め今回3枚までアウトが可能ということで、最終的にね、上1枚とパンツだけになるんですよ。とりあえず3アウトになったら負けです。3アウトでチェンジです。チェンジっていうか負けです。パン1、上 T シャツ1枚で、画角外ですもん。ああ、もう映れもしない。え、待って、パン、ここでパン1になると。ああ、そう、このたくさんの、たくさんの子供も、いろんな言い方ね、いますけど。俺は公然わいせつに近いですよ、はいはい、うん。自分たちでやっても、それこそ偏見が出ちゃうと。今回、Y さんにまた Y さんのジャッジ、やばいから Y さんに Y さんなるほどね、Y さんの独断の偏見でアウトかセーブ決まる。だからこっちは Y に寄り添わんなくなって、俺らで分かるわ、それ分かるってなっても、 Y さんが分からんかったら Y さんハーフやで、いける。Y さんハーフさん捕まえないんだけど、アウトになった時にただ1枚脱ぐんじゃなくて、ちょっと今回ボックスを用意しました。あ、はい、この中にね、3枚の紙が入ってます。1って書いてある数字が2つで、2って書いてあるのが1枚、合計3枚なんですけど、引いた数字の枚数だけ抜いてもらいます。だからマックス2枚、一発でもう、あ、じゃあもうリーチ、一発でリーチがかかる可能性があると、はい、靴下なしです。今回足元あんま映んないということで、誰が勝利したのか決めようぜ。ラファエル役権レッツゴー。じゃあ順番決めよう。 OK、 いくよ。最初、うん、じゃんけんぽい。じゃあ俺1枚いこうか。1番、いや2番いこう。2番、2番、あ、1番、2番、3番、4番、5番。さあ1巡目いきましょう。お願いします。お願いします。ワンパクのやつ、だいたい爪の間黒い。あるあるやね。まあまあまあね。子供の頃ね。でも、俺だってそうやったもん。確かに。まあ、あるあるやね。俺らは共感できるし。偏見というよりあるあるやったね。そういうこと、そういうこと、全然。いいんじゃないですか。普通にちょっとね、いっちゃった。一回一回聞いてみる。大丈夫やですか。ああ、ワイさん、意外に大丈夫そう。よかった。こんにちは。こんにちは。俺、切れるとめんどくせえからってやつ、切れなくてもめんどくさい。わあ、うわ、めっちゃわかる。確かにね。うまっ、うまっ。これセーフじゃないですか。確かに確かに、すごいすごい。こんにちは。こんにちは。犬飼ってる人、飼い主と犬の顔大体一緒。似てくるっていうか、たまにパグみたいなおじさんおるからね。それパグや。でも本当にパグだったね。本当に本当に同じようなって。これは今のは、はい、こんにちは。こんにちは。中学校の頃の理科の先生、スマホのアプリテトリスしか入ってない。考えるね。考えるね。やっぱちょっと緊張してる。ちょっともう。目そらしてたね、ワイさん。お前すごい、ワイさん目そらしてた。まあ偏見か。偏見やから。これが偏見。あるあるじゃない、偏見ですか。これはいいでしょ。偏見やな。嘘でしょ。知らなかったやんか。だから多分、もう噛んだのが多分。いろんな踏まえてね。偏見としてはいいよね。おっしゃー !1 位オッケー、じゃあ何しこうと、ハギグリとか何、ズボン行く、ズボンから行く、バカなんか、どっから行ったらいいけど、これ見せてくれよ。じゃあ、今日は今、1枚あるとね。うわ、早いって。こんにちは。こんにちは。黒いサングラスをかけてる男、大体女のおっぱいかお尻見てる。かけながらね、目線わからんよね。偏見やな。まあ、昔から言われてるあるあるやけどな、目線バレへんよ。ちなみに、サングラスかける、まあ今日はかけない、見る、あ、今かけてみて、どうどうどう、え、もし見るとしたらどうやって目見える。俺、こうね、で、こっちで見てる。あ、見えてる、こっち見てる。あ、いいじゃん、わかった、いいよ。噛まずに、噛まずに。こん
よいしょ。めちゃめちゃ口悪いやつ、大体人へ。大体人へなんですよ。なんかブワーって言ってる女子も含めてなんですけど。なるほどね。大体人へ。こんにちは。こんにちは。一般人で千鳥のぶさんの癖がすごいんじゃっていうやつ、大体おもんない。真似してね。真似してね。バーとか行ったらボン、うん、行さんおんね。あ、そうなんや。大体そういうやつ本当におもんなくて、女の子持って帰る気満々でおるから。おもんない。そっちのがおもろいやん。そっちの偏見やん。これ言ったら俺面白いみたいな感じだよね。おもんねえからな、お前。誰に言うとる。こんにちは。カレー好き、大体ジグロ。いやいや、そんなことない。そんなことある。俺ジグロ、俺別にカレー好きやぞ。黒なってってんのかな、カレーで。イメージ、バツねんけど。ハマらんかって。バイさんもジグロですか。ちなみにカレーはお好きですか。好きです。あー、持ってるれ、持ってるれ、持ってるれ。なんで2枚やねん。あ、1枚でした。やった。こんにちは。男でロン毛のあんまり清潔感ないやつ、だいたい部屋綺麗。関節照明焚いちゃったりなんかしてる。なんか お香も焚いてるよ。ああ、そう逆にね。こいつのは罰です。ああ、そんなに言ってる。じゃあダメだ。罰してる。じゃあダメだ。マジ、お前もこれでもうドボンの可能性もあるだろう。おプレイヤーが焚いちゃった。俺今2人見えてた。まだ生き残る。おプレイヤー、こんにちは。こんにちは。ヤリラフィー一人だったら大体何もできない。まあ、いや、でも、まあ、いいけど、わかるけどね。Y さんがどう出るかね。ダメだ。ダメ。めっちゃ、なんか気使ってる、なんか動画の。Y さん最近あの空気読んでくるから。ずっと1位。ずっと1枚。あ、すごい。2位出さんで。え、2位入ってるやんな。2位入ってる。すごい。出ると思うよ。え、こんにちは。こんにちは。タッションするやつ、大体小太り。大体ちょっと小太ってこう。そんなことない。ちょっとね。あんたタッションしたことあるやろ。あんた小太りだ。タッションしてるなって見たら、大体小太ってる人多い。どこで見るんだよ。タッションしてるの。何や。偏見。まあまあ。もうあるあるいかんだから。女性からさ、やっぱタッションわからないから。ほんま。タッション見ようとない。結構開放感。あ、1。あ、1。はい、こんにちは。こんにちは。こういうやつ、大体優しい。こういうやつ、大体優しい。本当に地味なやつほど、ほんまに、ほんまそのまま性格悪いから。バイさん、OK です。よし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 。こんにちは。こんにちは。トラック運転手、大体元不良。まあ、そうですね。なんか、どうしようもなくなんでなんやろな。いかつい感じの人多いというか。ちょっと多分な、昔現場とかしてたから。ああ、まあね。そうね。偏見やからね。偏見やからね。偏見ですからね。こんにちは。こんにちは。ヒゲヅラ大学生、大体スニーカー好き。いや、攻めたな。攻めたな。攻めたな。お前一つも刺さってない。意味わかってない。ワイさん、意味わかってない。わかるやろ。ヒゲヅラ大学生のイメージが出てる。困ってるって。あ、待ってよ。ちょっと。なんで？俺。狭すぎたかも。俺偏見上手くな。あるあるじゃなくて偏見よ。ワイさんの。ワイさんの。無理やって去っていって。全然脱いでんの。あ、違う、そうや。あ、その道は。あなた、バイバイ。バイバイ。ありがとうな。面白いね。こんにちは。こんにちは。キャッチしてるやつ、大体低学歴。偏見よね。まあまあ、大体な、大体な。いや、分からんけどな。こんにちは。じゃあ、こんにちは。公園のジャングルジムで遊ぶやつ、大体計算早い。やっぱブランコはアホレとか滑り台とかアホレけど、そうジャングルジムをこうやるやつは攻略するってことね。これなんかちょっと賢いんかな、賢いみたいな。本末やった。俺もわからなかった。俺もわからなかった。俺もわからなかった。選手はちなみにジャングルジム登ったことある？遊ばないです。遊ばないや。高いのもあるしね。そうやばい。え、ブランコ？ブランコは大好き。ブランコと砂場と。砂場。にって何？うわ。いた。終わり。終わった。終わりよ。さよなら。こんにちは。じゃあ、お母さんと一緒。最後一緒に踊らないやつ、将来的に社長になる。なんだすごい。みんなと同じことしないっていう。なるほどね。なるほどね。こんにちは。じゃあ。むっつりスケベなやつ、笑うと大体上の歯茎出てる。
でも確かに。確かに。OK。青木くんうまいね、今の。こんにちは。じゃあ。コーヒー好き、大体陰キャ。いやいや、お前。何やそれ。お前、お前もうひどいぞ、そんなに来ると。あるあるでもないし。コーヒー好き、陰キャ。お前、適当すぎるな、お前。これは。理由を教えて。これはもう、聞くまでもないわ。偏見じゃなかった？2引け。2引け。1。うわぁ。こんにちは。こんにちは。しりとり、りんごから始めるやつ、もうおもんない。もうおもんない。どういうことだって、どういうこと、もうおもんないって。だいたいりんごちゃん。りんごスタートやろ。もう、りんご、ゴリラ、ラッパ、パンツ、積み木まで来た後、絶対、玉出る。いや、なんで聞こえるの？なんで聞こえるの？丸なんかい。それ通んの？ここまで、ここまでですか？なるほどね。ここまでです。ロングで行ったんやん。え、待って、ノーダメすぎるって。何やろな。うわ、ここで2引いたきついぞ。一気に逆転やろって、はい、そうだね。2! うわー 2! え、今ここで一気に青井くんがトップに。あ、じゃあ2やだって。こんにちは。こんにちは。俺 AV 見ないからっていうやつ、だいたい自分の部屋のベッドの下にエロ本2冊は入ってる。わからんかった。ワイさんにエビ感。やっぱほら、さっき言った通り、やっぱ男性だけの意見になっちゃったらね。ワイさんわからんから。そうかそうか。おいしい。おいしい。こんにちは。こんにちは。お祭りの屋台の店員さん、だいたいヒゲボーボー。じゃあ偏見やからね。言うたら。そうね。偏見やから。俺アウトです。もうアウトです。これお前派手やな。お前パンツ、お前派手やな。虹パンツ履くな、お前。派手や。こんにちは。こんにちは。私変な男に引っかかりやすいんだよねって言ってる女、大体変な女。こんにちは。こんにちは。女の子で私カシスオレンジっていうやつ、大体家ではビール飲んでる。いやー、わかるなー、絶対そうだねー。かわいく言ってるね。そんなことある？ほんまはビール来てるね。ほんま飲みに来て、カシオレ飲むか、普通。行きたいけど、そこはちょっと女子らしさをみたいな。女の子どうなんでしょう？あったりする？あるある。あるあるなんや。はい、こんにちは。こんにちは。焼酎好きな女、変態。なんかはちゃめちゃなのだったけど、あんまりないんですけど、次の青井さんの聞いて決めたい。あ、オッケーオッケー。ああ、いいね。保留保留来た、保留。こんにちは。こんにちは。目いいやつ、めっちゃ耳悪い。うわうわすげえ。これ偏見ですけど、タカの負けだよな。完全に、え、すげえ決め切ったね、最後決めた。青井以上。ガムの第1回何名前だけ、中逸だったのは青木くんだった。やった。まあこれは全てあの偏見でございますので、はい、はい、全部が全部正しいとかこう思ってるとかじゃないんで、あのその辺はあの神しゃべて見ていただければなと思います、はいはい、ということで、この動画が面白いと思った方、チャンネル登録、グッドルグッドル、コメントル、切り抜けるもお待ちしております。以上、次回よろしく。中逸なの、一方なんか中逸なので、あ、そうね、だってキヨと一番最初の時だって全然できなかったよ。そうね、キヨの持ち込みなの、ずっと感動ってこんな。じゃあ野球部中学時代スクラブ洗顔で歯が洗いすぎてニキビだらけになる俺や。